飲みに行ったわけね。そしたら、うるさい。ビリビリ、ビリビリ、ビリビリ。そしたらね、すごいシリアスな話をね、深刻な話をね。何の話だっけ？なんだっけな。アジア人の責任で出てきた。いや、それはまあね、今日本のこう、ね、外交問題がアジアというものに目を向けてないと、そういう問題はあるけれども。これは大きいよね。今ちょうど20秒前だけど。いいよ、記事ないで。でね、何の話？だから、真剣な話したんだろ？何の話したの？何の話したの？なんか、とっても、鬱なんだってさ、誰が。それでね、その社会的な責任っていうものがね、どうなってんのかって5秒前だよね。違う、なんだよね。それ大事な話をさ、時間気にしながら喋っちゃうとさ、ほら入ってきちゃったの。大きいな。もうすぐ虹ですよ。地方寝るには早すぎる、恋には遅すぎる、もうすぐ虹ですよ、もうすぐ泉は今いかがだったでしょうか。それ聞こえたかな。あれあるね、これ作ってる時泉はもいたわけね。実はね、昨日の、昨日だ、土曜日の、はい、日曜の晩か、そうそう、6時ご、あ、夕方ね、4時頃か、行ったんだよ、四日、うん、で、こうテープ作ろうって言って、うん、でさ、作るって俺が作ってたって作ったんだけど、まあ、いいじゃないか、話の一応心配。陽水が積極的にこのアイディアをお出しになった、ね、アイディアを出したんだよ。積極的だったんだよ、すごい、はい、積極的でね、すごい怒られてね、はよせんかとかね、何をタラ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 、はよやらんかとか言われてね、それでまあ、お呼ばれしたんで、陽水のうちへ。で、俺はさ、カセットぐらいでまあ済まそうと思ってたわけよ。ところが行ったらさ、デモテープ聞かされたらね、自分で多重録音してるわけよ、うん、でこういう風にするんだと、うん、ところがマイクが1本しかなくてさ、いろいろないんよ、機械があんまり、陽水のうちに、はい、ほいで私はわざわざ家まで取り帰ってね、機材を。予選地一遍行ってから。ええよ。クソ暑いのにね、もう家へ帰ることはないだろうと、ゆうべは。思ってたよ。ほいで取り帰って、泉屋と二人でぶーたれ、クソ暑いタクシーに乗ってね、クーラー効いてらんのよ、タクシーが。ほいで荷物を持ってね、また行って。で、だいたい9時半頃人に会う予定があったんよ。で、9時半には終わるだろうと思ったら12時半頃か。俺、あんたたちがね、たくさん荷物を抱えてね、うん、我が家に来た時はね、どこの引き上げ者かと思ったよ。お前ね、お前のためにね、あれとない、あれ、こういうぞ、お前。俺なんか何されたと思う、お前。リズムボックスのスイッチを押したり、あれだけのためだ、お前。一日潰したんだぞ、お前。俺はあのガキとさ、玉川に行く予定だった。本当なんだぜ、これ。それお前さ、昼間から行ってさ、俺すぐ済むと思ったのよ。だってなんかミキシングまでやらしたじゃない。ミキサーかっこよかったね。バランスがどうのこうのって。それでいかがだったでしょうか。そうだけど、あれはね、7万円超えたらいかがだったでしょうかっていうのがね、エンディング、曲が終わるたびに出てくるんだよ、フレーズが。だからそれ被ってるんで、いつも。だからちゃんとフェードアウトできんのよ。ちょっとクレジットでしょ。うん、まず、作詞作曲は彼よ。あんたは陽水。全部陽水。うん、演奏、タグローかな。俺がね、エレキベース、エレキギター担当よ。うん、あ、ベースがね。ベース得意だもん。なんでね、ベース一番最後入れるんだよ。普通ベースって最初に入れるもんね。最初に入れないといけないもんだよね。で、この人たちは違うの。一番最初。え？一番アイドだから、すごい困るわけよ。だから。今話がわからんかったけどね。ごめん、逆になったけどね。場所はね、井上スタジオ。井上スタジオね。うん、結構きつい。次の曲行ってみようか。あ、そうか。うん。もう。今度は泉谷の紹介で。なんかね、真面目に話していいんだかふざけていいんだかわかんなくなってくるね、これね。どう好きにやっていいよ。そうだ。好きになったら割とだけど。早くしないで、もうほら、急出てんだから。
始まったお前ばっかごめんな、本当に出てこないけど俺困ってんだよ、出てこねえんだよ俺困ってやんの3時までやったらお前本当出てこないよ泣くなよ3時までやってろ、それを泣いてるよ泣いてるよバカやな白い船